こんにちは、国本佳代です。今回はちょっと寄り道ということで、昔やはり上絵をやっぱりやったことがあるので、たまにはやってみようかなと、まあ、そのチャンスがあったので椿の葉っぱ、椿の花を描いてみようと思っています。やはり下絵付けをやれるってことは上絵付けもやれる方が、有利というか、さまざまな自分の思った絵が描けるんじゃないかということで、ポタリーペインティングを始めてるんですけれども、やはり上絵は上絵、下絵は下絵の面白さがあります。たまに上絵付けをやろうとすると、やはり絵の具を溶くことからすごく大変で、ちゃんと絵の具が溶けないとやはり、筆がちゃんと滑っていかないし、今度は滑りすぎたりとか、まあ、悩みもいろいろあります。ですから、上絵を専門にやってる人が見ればちょっと笑っちゃうっていう感じかもしれないんですけれども、たまにはやらないと忘れてしまうので、チャンスがあったのでこれを描いてみることにしました。上絵は本当にピックでこんな風にして失敗したりはみ出たりするところは取れるので、とても便利だなとやはり思いますけれども、どんどん描いてると釉薬が乗っている上に描くということなので、滑って絵の具が乗らないっていうのが本当ですね。ですからいかに、まあ1回とは言わず3回、最終的には3回ぐらいで、絵が2、3回ぐらいで絵が出来上がるといいなっていうふうに思っています。だいたい平筆を使って葉っぱを描くときっていうのは、グラデーションをやはり筆に取るっていうのと、絵の具を混ぜ合わせて使っていく、その単色でもちろん使って構わないんですけど、いろいろパレットの上でこう混ぜ合わせて、その時の雰囲気の色を作っていくっていう、まあこれ何スタイルっていうんでしたっけね。まあいろんな具合でも描き方があるんですけれども、とりあえず平筆で大きなストロークでそうぼかしながら、あと色も抜きながら葉っぱを描いています。まあまあかな、まあ、多分これで2回調整することになると思うので、まずは1回目で大体の色と雰囲気、色の濃さがこんな感じっていうようなイメージで作っていくっていうことですね。まあこう絵付けをやってって思うのは、やはりなんていうんですか、素焼きのものに絵を描いて、下絵付けで釉薬をかけて上絵付け、それでなおかつ一鎮盛りをしたり、下絵でも一鎮があるし、上絵でも一鎮ができるし、上絵は洋絵の具もあれば和絵の具もあるし、とにかくもう本当に多種多様にできるんですよね。それだけじゃなくて、今度陶芸まで含まれるとなおさらもうやっぱり有田の源門釜さんの話じゃないですけれども、100年あっても一人じゃできないだろうなというふうに思うぐらい奥の深いものですよね。まあ自分の最終的な目標が、自分で作ったものに下絵付けないしは上絵付けをしながら、いろんな自己表現ができる、それをやっていきたいというのが望みなので、いつも下絵付けポタリーばっかりやってるんですけれども、たまには忘れないようにこんな風に筆を動かして、まあ、頑張っているっていうわけです。花の色が、椿の花の色が、白ということで、スカイグレーと、それからまあグリーンとか、ちょっとオクル系を選んで、色を出していければと思って描き始めて
いるんですけれども、最後の最後まで、第一小節のベースができる段階まで録画できなかったんですね。ですから、まあ、1回目の調整が済むところまでの、ものはできましたので、最後にそれをちらっと出すことにいたします。また何かの機会に、作品かけたら、その時に動画としてアップしたいと思っています。とにかく、楽しんで上絵も下絵もやっていますので、これからもよろしくお願いいたします。もし私の動画が少しでも、役に立っているぞっていうようなことがございましたら、ぜひ、登録の方をよろしくお願いいたします。またどんなことでも構いませんので、こんなところが良かったよとか、いやこれはちょっと違うんじゃないかなんていうことがありましたら、ぜひぜひコメントを入れていただけると、今後の励みになりますので、よろしくお願いいたします。椿の花もスカイグレーをベースに色を入れて、あと花芯の色をこう入れたら、ほぼ終わるような形で第一小節を迎えることになると思います。最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた。